本日はワンパークフェスティバル出演ありがとうございました。ありがとうございました。いやさすがですよ、グルーヴの職人の集まりって僕なんかに書いたと思うんですけど、もう一部の隙もなく好きだらけ、好きだらけ、好きだらけ、好きじゃない、それ給付、それは給付ね、もうお客さんバッチリ踊らせてくれまして、ありがとうございました。今日のお客さんとかライブの感想申し上げて聞かせてください。いやすごい素敵なお客さんだったよね。でしょ、さっきもちょっと別のインタビューで話してたんですけど、うちらボーカルとして福井くん本当に初めて、はい、なんだけど、あのイントロでこう、あの曲だみたいな感じで、わ、うん、ーってなってくるさ、うん、嬉しいです。潜在的なファンが多すぎる、ね、皆様それぞれね、あのオーバルが 再起動するまでのいろんなプロジェクトで多分福井にも来てらしたと思うんですけれども、どうでしょう、この福井の印象、福井といえばみたいな、もし何かあったら、福井といえばこれ、この街に降り立った瞬間、うん、なんか抜けの良さっていうか、そこだね、それ正解、それ正解ですか。この街の中で駅10分で立ち会って、この立地に抜けてるでしょ。抜けてますよ、これが。このね、バンとこう、抜けてる感じが抜け感ありましたね、なんか明るいイメージですよね、うん、それで今日のフェス、まあ、南の方はこう曇ってたけど、うん、こっち側に来たらまだ晴れてて、ね、いやもう最高のロケーションと素晴らしい天気に恵まれて、いや嬉しかったです。ありがとうございます。まあまあ、皆さん大体来る食べ物の話するんだけど、抜けって言っていただけたら、ちょっとぼんやりしてぼんやりしてそこに気づいてもらえるのもちょっと嬉しい。あ、正解でございます。まあ今回ね、ライブ初めて、福井で初めてということなんですが、まあ、多分この先はもっともっと来ていただきたいわけですよ。あの待ってるお客さんいらっしゃると思うので、ぜひメッセージを一言お願いします。いや、あの大丸としてね、あのやっと福井でライブをすることができて、なんだろう、こんなにお客さん楽しんでくれて、で僕らもめっちゃ楽しかったですよね。楽しかった。いや、ぜひまた来たいなという気持ちをすぐ持ってしまいまして、行きましょう。はい、末永くよろしくお願いします。末永くよろしくお願いします。真面目か。つわりまた福井で音が聞けるの楽しみにします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。